1949年、上野動物園にインド首相からインディラと名付けられたメスの象が贈られました。これは戦後、象のいなくなった上野動物園に象が欲しいと願う台東区の子供たちが行動し、周囲の大人たちを巻き込んで実現した夢のような出来事でした。インドから芝浦に到着したインディラは、動物園までお披露目のため歩いて連れて行かれることになりました。その沿道では、たくさんの見物人が出迎え、首からぶら下げた鈴を鳴らしながら歩くインディラと一緒に行進したといいます。リュウ氏はそのイメージを象と楽しげに遊ぶ子供たちとして描き上げました。そして本作のタイトルである百獅図は、古くから子孫繁栄を描いてきたテーマです。戦後の象徴的な出来事を通して、リュウ氏は平和への強い願いを本作に込めたのでしょう。